吉井康氏は、日本の実業家である。本名、吉井康氏。株式会社ウブスナ代表取締役。内閣府、地域活性化伝道士、同、クールジャパン地域プロデューサー、総務省、地域力創造アドバイザー、観光庁、広域収入ルート専門家、一般社団法人日本イベントプロデュース協会参事、秋田県秋田市、三首町野城市、 山形県長井市アドバイザー歴任、秋田県小賀市、どもアドバイザー歴任、アントラーズホームタウンどもアドバイザー、ジェイス認定イベント業務管理士一級、原田メソッド認定パートナー、観光マーケティング実務責任者養成講座、古民家ツーリズム町づくりプランナー講師新潟県佐渡島出身、祖父、とともに特定郵便局の家庭に生まれる、放送関係の仕事を志して、 東洋大学法学部法学科に進学。卒業後、番組制作有限会社ポマトプロに入社し、ラジオの放送作家となる。17年間、放送作家として番組制作やイベント企画に携わり、2000年、株式会社ウブスナを東京都港区に設立。以降どもの自主財源作やインバウンド対策を提案するなど、IT を活用した日本各地の 地域コンサルティング業務に携わる。2017年には観光庁公演のもと、観光マーケティング実務責任者養成講座を開設。新潟県の観光再生事業を行うべく、2003年から佐渡百選を実施。佐渡島の地元民に他の地域と比べて誇れる魅力をアンケートによって募集し、インターネットで情報発信をした。2005年には、 中学生と佐渡島をめぐって、島の魅力を大学に伝える、野口県佐渡環境学校の企画に携わる。2005年の新潟県中越地震からの立ち直りを目的に、2004年から2007年までは、お笑い芸人をお笑い親善大使として、佐渡島に半年間住まわせて、地元の若者と佐渡島の情報をネットに毎日発信する、佐渡。 お笑い島計画を実施。2007年7月の時点では、Google でお笑いと入力した際の検索結果が、吉本工業を抜き、また、同年、内閣府開催、地域活性化シンポジウムにて紹介されている。2010年から、秋田県秋田市、三市町、野城市、山形県長井市の観光アドバイザーに就任。2010年7月、 中国厚生電子代の番組、金貨探しを秋田市に招待。同年9月かには、市民参加型秋田市観光情報サイト、秋田っちを開設。2011年には、公衆テレビを秋田市に招いて、医療観光の番組を制作の依頼をしたほか、秋田の観光情報を発信する番組、秋田の国から、あにゅはせを2011年5月からネット上で配信した。 2015年には、小賀市の中学生を対象に、小賀市の魅力を再発見にしてもらうためのワークショップや、サマーキャンプを実施している。2011年には、岐阜県の委託を受け、県内在住ブラジル人向けの地域情報番組の制作、サイト運営を取り行った。2016年から茨城自家業どもアドバイザーに就任。茨城県の鹿島市、板子市、上栖市、行江市、 ホコタしの5市で、アントラーズホームタウンどもを設立した。ありがとうございます。